エンダーリリースやっていきましょう。スタート。高難度 2D アクションゲーム、そしてメトロバニアとソウルライクを融合させたというね、そういったゲームだそうです。ようやく見つけた。世界観がかなり独特というか雰囲気のある感じがするんだよな。巫女の末裔、なんだかんだずっと気になってて、この度 PS 版で発売ということで、私の声が聞こえるか、やっていきたいと思います。この子がリリーっていうことなのかな。なんか死の雨によって世界がなんとかみたいな、そんな導入がね書いてありましたよ。目を覚ましたようだな。誰かに話しかけられている。体大丈夫そうだ。今これお立った。白髪だな。え、なんちょっと動いて、ちょっと動いて、びっくりした。騎士が来た。私が体を失ったのは巫女が関係しているんだがな。この国に何が起きたか覚えているか。全く何も分かりません。教えてください。お前も記憶を失っているのかってことは、この騎士も記憶を失っているのか。確かめてみよう。あ、走った、ジャンプした。なるほどね、こういう感じね。オッケーオッケー。攻撃した。リリーちゃんが攻撃するわけじゃないんだ。この騎士が出てきて攻撃するのか。なるほどね。 R1 でこれスキルを切り替えられるらしい。一緒じゃね。ちょっとこう振るときに目をつぶってんのかな。なるほどね。うわ、スライディングした。何これマリオのなんかヘッドスライディングみたいな。違うな、フォールガイズか。これ速そうだなこれ速そうなんで嫌なんだけど。読む。白巫女の文字もう白、違う、白巫女、ちょっと待って、ティップス読み切れなかった今、ごめん。白巫女像の文字。白巫女を模して作られた大きな石像、形を残している像には暁の白巫女、崩れてしまった像には風の白巫女と刻まれている。なるほど、ちょっとよくわかんないですね。ロックされている。まだ進めないってことか。なんだヒールした、今なんだヒールした今これティップス見たいんですけど、見方がわからないから先へ行こう。あ、エリアになってんのか。右上がマップか。これ全体マップって感じだね。ジャンプチュートリアルか。二段ジャンプとかはない。攻撃四角。恐れるな。オッケー、私の力を使え、お前ならできる。なるほど、攻撃はこの黒衣の騎士がやってくれると。黒衣の騎士ね、黒騎士がね、黒騎士がやってくれる。以後黒騎士って呼びます。黒騎士さんがやってくれると。リリーちゃんはずっと、なんていうのかな、移動する。縦にも移動できる。奥か。リリーはその黒騎士に任せて戦うと。なるほどね、分かってきた。回避はできる。で、回復もできるっぽいな。なるほど。怖いね。回復。うわ、待って。回復、これ無限か ?3 発になったな。回避、敵をすり抜ける。ふい。で、裏回り。はい、裏回り。こういうことです。回避、敵をすり抜ける。ふい、ふい、ふいと。それは痛いわ。食らうね。空中攻撃。あ、なるほど。上方向に攻撃とか、下方向に攻撃とか、そこまで複雑なことは要求してこないと。届くね、意外と。意外と届くね。これで倒して、このピーンっていうなんか線が、赤い線が出るときは、敵は攻撃してきますよって合図だな。これが合図。で、この魂みたいなのが多分黒騎士なんだろうな。ほいっと。ってことは、これ敵の画面見てれば、割と回避はできそうだな。床すり抜けは、あ、オッケー、スティックでもできるね。よしと。で、回避して、もう覚えた。もうこのゲーム認識したわ。読む。手記が。イレイエンの手紙。シーグリッドへ。そちらの白巫女もお守りを渡してほしい。白巫女みんなに渡しているもので、加護の魔法が込められている。結界が、汚れたものの脅威から守ってくれるはずだ。結界砕けても修復することもできるが、それは白巫女にしか扱えないもんだ。では、以後よろしくと。イレイエン。なんかもう、ない言葉を勝手に追加しながら読んでるわ。回復の祈り。回復できる。あ、でもこれ使っちゃった分回復してないな。あ、これなんかあるよ。絶対。俺の見立てでは、俺の嗅覚が、ソウルシリーズ苦労としてる。ソウルライクだから、ソウルライク。ソウルライクかつ、メトロバニアだから。メインメニューについて。あ、予約。あ、予約っていうかこれ開けたのか、もともと。汚れたものって何て言えばいいんだ。セット中のスキル。
使用回数無限、地下深くで長い眠りについていた国威の騎士の魂は汚れることなく意識を保ち続けている。各地をさまよってると。いや、さまよってないな。水中で使用可能ってことは水中があるってことね。この回復多分なんかエストビンだね。多分ね、チェックポイント行ったら回復するみたいな感じだと思う。少女のか弱い跳躍、このアイコン可愛いな。可愛いな。戦いの中で切り替えながら6体まで呼び寄せる。なるほど、あくまで自分は手を下さないっていうことね。わかりました。お、でこれがマップと。あくまで自分は手を下さない。手を下すのは魂であると。魂というかね、なんか汚れた魂、違う、汚れ者、汚れ者でいいのかな。獣ミューシュ、守りのかけら、最大 HP プラス5。これで回復、回復したのか。それとも壊す、何を壊すんだ。敵を壊すってこと。はい、で逃げ、あ、これ直接触れてもダメだ。これ触れても通過してもダメなんだ。分かった分かった、見えてきましたよ、このゲームの本質が。汚れ者の書の切れ端、ルビフってほしいかな。汚れ受けると肉体意識魂の中でも力の根源の魂を蝕み、肉種が体に発現する。肉種によって肉体は驚異的な再生能力を得て不死の獣となる。あ、獣って読めるね、確かにね。時間の経過とともに体の操作が意識から離れ、汚れの持つ憎悪や攻撃性に駆り立てられて狂ってしまうと。何の話ですかこれ。獣の書の切れ端、大丈夫か、少し休んでおこう。レストポイント、あ、これが回復ポイントか。倒した不死の汚れ獣たちも再び割れることになります。もう完全にあれですね。あ、座った。おお、イコじゃん。ソファーに座るみたいな。でも一緒に座ってはくれないんだね。ここでいろいろできるわけね。ファストトラベルもあるんだ。オッケー、行きましょう。なんかすごいサクサクしてる。すごいサクサク。読む。獣の書の切れ端、獣となっても意識を持つ者がいる。それは最も辛いことで、意識を持つ者は苦痛が消えることなく意識が消失しない限り永遠とも言える時を苦しみ続けることになる。獣となってしまった者の救済は白巫女の浄化の奇跡によってのみ叶えられる。私ってこと？まあなんとなく情報として、リリーは獣の白巫女かで、その魂を解放する。でも今従者みたいな感じになってるよね。従者だよね、完全に。はいはいはいと、従者、従えてる感じはあるよな。ほいほいほいと。ね。まあ、まだこの世界の世界観が全くわからないから、ほいっと。そこら辺はちょっとね、やりながら、一応 tips が多分いろいろ見られるだろうから。ほいっと。そりゃいかないでしょ。それはやられたわ。何これ？無理じゃん。これ？センス。これゲームセンス。この際をね、見抜く。いや、この手のね、2D 版ソウルライクというか、実はね、ほとんどやってないという。まあ、ほとんどというか、全くですね。全くやってないんですよね。意外とやってないんですよ。今回、だから、初めてをこのエンダーリリーズに捧げようかな、ということは、まあ、前から思ってた。前から。なので、やってます。もう音楽が今、チープな、チープ。よくありがちな、ちょっと言い回しですけど、ゲーム実況やるときの。音楽が今、BGM、 このピアノが刺さるもん、完全に。ちょっと待って、ほいっと、タンタン。うん、アクションとしては、あ、待って、これ絶対あるよ、裏、これ裏、これを、ほら、ないわないわ。これ五の線だからね、こういうゲームって。ほら、五の線ゲーオブザイヤーだから、受賞してるから、分かってる。理解言ったと書いて分かってる。アクションは軽快ですね、すごく。難易度はどうなのか、ボス戦やってみないと分かんないけど、比較的サクサク進めそう。ん？壊せた。樽も壊せる。壊せない。今んところ黒騎士以外の攻撃手段を持ってないってことだよね。早く欲しいな。あ、これ絶対下行くパターンだ。高さ大丈夫なんだ。遠くで扉が開く音が聞こえる。で、上に戻るって感じね。ほいっと。で、扉がある方と逆を見る。まず逆なんですよね。逆。まず逆を見るんですよ、これは。これ囲まれたらきついな。ほいっと。すれ違うようにね。すれ違うように、そう。上に戻る道は、こっちじゃない。あ、こっちなんだ。前も見るじゃん。なんか強そうなのいる。やっばくない。そんなに強くない。回復しろ。そんな強くなかった。お、最大 HP プラス5。ここなんだ、廃墟みたいな感じなのかな。
何なんだろうこの場所。タンタンタンと攻撃力とかどうやって上げるんだろうな。レベルソウルみたいなの入ってる。今全然画面に表示されてない。レベルアップ、あー経験値制か。白教書一章、ある時雪降る果ての地より汚れを持つ者が現れ、果ての国は汚れの厄災に襲われました。汚れは人を狂気に落とし化け物に変えてしまう恐れがある呪いで、かつてこの地に暮らしていた古き民の怨念から生まれたものだと言われていました。汚れは人へと伝染していき、汚れを受けた者は獣と呼ばれました。雪降る果ての地、その雪ってもしかして塩じゃないですかね。実は雪じゃなくて塩、白煙、あちょっと待って取れない。なんか二段ジャンプとかできないかな。汚れを受け不死の慣れ果てとなった者たち、奴らは獣と呼ばれていた。お、説明がなされてる。やつも UI を隠す、わざわざスクショのポイントを作ってくれてるわ。ダブルセーブ。後ろになんか指を掲げている、天に指を掲げている像がある。そしてあれはなんだ、壺、亀を持っている。わからない、前に行ってみよう。なんか急に静かになったぞ。誰だ、誰かを足毛にしている。濃い汚れだ、気をつけろ。ボス、完全にボスじゃん。守るために、潰して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 、うわあ、来た。なんだそれ、フレイル、守り人、ジークリッド。ちょっと待って、おいっと、いた、いた。はい、3回見えた。もう分かった、もう分かった。って俺振らせてでしょ。うわびっくりした。振らせてだよ、振らせて。ですれ違う時も多分攻撃されるから、そこだけ注意して。でワンコンボだな。なんで、なんで食らってる俺。回復、癒しをかわしてターン。それなんなんマジで。あ、このレンジでいけるわ。てか体力バーの下にオレンジの、赤の下にオレンジのゲージがあるんだけど、それはなんだろうね。3回ちょっと回復する。これ俺はしたいね、こういう時、こういう時俺はしたいタイプ。これ後ろに回るのも握手かもしれん。この距離良くない？負ける気がしないんだけど。それは痛いわ。ちょ待って、これダメだ、対応できていない、全く。このレンジ来た、チャンス。これいいじゃん、この距離、この距離か。敵がこちらのね、なんか一方的に切れる、一方的に切れる、そのタイミングはいいね。汚れる汚れる、後ろ来るよ。はい、ここダーン、もう一発、もう一発与えれば何かが変わるぞ。来た、終わりだ。え、ちょっと待って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 、危ない危ない。おい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 、余興だったのこれ。余興じゃん完全に。ここで回復こんな使ってんのバカらしいな。来る、オッケー。とりあえず離れよう、とりあえず離れてかわして裏回って3発ワンコンボが基本でいいんじゃないかな。一発一発、うん、見えてる見えてる。ターンターン、これまず追い込まれてんな俺。そこは裏に回る、なめんな、そこまでなめるな俺。あと一発、あと一発、あと一発、オッケー。マップ今じゃない、終わらせる。カツ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 、よっしゃー。守り人ジークフリード、撃破。私が守らなければいけなかったのに。魂に触れよう。お、これで泉の白巫女様は私の憧れだった。不死の獣に対抗できる唯一の希望。大きな責務を負いながらいつも笑顔で皆を照らしていた強くて優しいお方。姉の頼りは泉の白巫女様の体調が優れないことを知らせるものだった。浄化の負担が大きくなっているらしい。白巫女様の犠牲の上にある平和の時を私は素直に喜ぶことはできない。何よりそんな時に守り人、森人か、森人としてそばにいられない自分が許せなかった。
白巫女にお仕えする森人に選ばれたのは姉だったから。暗い私の心の支えになっているのは泉の白巫女様に似て朗らかで優しい子リリー。私じゃん。いずれ白巫女になるときお仕えできなくても、今はせめて私がお守りしなくてはならない。そんなとき雨が降った。リリーよ、じゃあ守ってくれていたのか。どこからか悲痛な叫びが聞こえてくる。森人のおさはそれを死の雨と呼んだ。リリーを奥にかくまい武器を手に取る。さっきのフレイルか。それから雨は止むことはなかった。止まない雨。じゃあこの子、森人 G グリッド、C グリッド。敵を振り回し周囲の敵に攻撃する。サブスキルは最終までリキャストタイム、クールタイムか、と使用制限。他のスキルと合わせて発動することができる。G グリッドは、白巫女リリーを守るため聖堂で敵を待ち受けたが、終わりのない戦いの末に狂気に飲まれた。いやでもその狂気に飲まれてもね、自我を失っても守り続けた。森人の跳躍。汚れた片翼により空中で再度飛び上がる。ああ、二段ジャンプか。さっきの場所だ。ありがとう、G グリッド。C グリッドだ。汚れに取られていたこの者の意識は浄化された。記憶の中でリリーと呼んでいたが、きっとあれはお前の名なのだ。ここでわかるんだね。生前のつながり深かった獣の記憶をたどれば、何か思い出せるかもしれない。リリー自身も何も覚えてないんだな。この汚れた雨、死の雨が何なのかっていうね。ほら死体に鞭を打つな。浄化したね。一人浄化した。これが戦火の後か。戦いの後だな。あ、二段ジャンプできる。となると白の教区、白教区。一旦これセーブですね。ありがとうな、シーグリッド。あ、で、スキルだよ、多分これスキル入れられるわ。使用回数13。あ、ここじゃないんだね。引き歌、汚れの魂のスキルがあります。じゃあ、セットしよう。まあ、まだ少ないし、両方入れといていいよね。っていうか、いる。シーグリッド、いる。いるし、右に。なんか2つついてきてる。そうか、6個までセットできるってそういうことだね。6人の魂を持っていけるってことなんだ。あ、汚れた銀のロザリオ。HP がわずかに増加する。彼女は白巫女を守るために地下教会で修練に励み、選ばれた者のみが森人となる。ありがたいな、森人。リリーを守ってくれている。ちょっと使ってみるか。お、これか。ブンブン振り回してるやつ。ブンブンブン。ダンダン。あ、で、これ撃って、でもついてこないんだね。レリックの装備、あ、今のか。いっぱい装備できるね。体中ジャラジャラできるんだ。でこれでリリーをおめかししていくっていうね、そういうストーリーですよ。いいね、アクション軽快だしね、テンポもいいし、今のところいいですね。ソファーあったよ。どうした、大丈夫か。無理をするな、少し休もう。休んだばっかです。休みましょう。全部のソファーに座るもありそうだね。汚れを呼ぶシナミ。あ、これ大丈夫なの、誰って。汚れないの、リリーは。だから髪の毛ちょっと先の方が黒くなってない。なんかいる。ここにたどり着いた時にはすでにこの惨状だった。皆雨で獣となったか、獣に殺されたか。伝染する病みたいな感じなのかな。巫女とは古い縁がある。この身では露払いにはならないが、敵を退けるための剣にはなる。あなたが何者っていう話もあるよね。不思議そうだな。この雨の下で子供を捨ておくようなやつに見えるか。そんなことない。行くとしよう。いや、そういうことじゃなくて、実はみたいなのあったら怖いんだよな。ローキシーさん、馬車？見覚えでもあるのか。なんだこれ。狂気に落ちる前に意識が消失しようか。それは、要は闇には落ちなかったってことか。敵はないようだが近づかない方がいいと。え、読む。乗れそうじゃない。グロワの手紙、ベイルへ。これまで長い間よく白巫女様や森人を運ぶ業者として使えてくれました。あなたの馬も賢く勇敢でした。息子もあなたと同じように立派な業者になるために友達にしていますよ。これまた今日恐れたさ、声がある。森人の王者グロワ、森人の王者グロワ。あ、グロワさんって
さっきムービーにもあったよね。いいのかこれ、解釈していかなくていいか。まあ闇に落ちなかったんならせめて安らかに死んでくれ。ほい。このゲームのアクション、お、強くなった。俺強くなってないな。リリーが強くなってもしょうがないよな。強くなるのは黒騎士が強くなってほしい。いやでもこういうのにありがちなのが、実は黒騎士さんがさ、復讐の対象みたいなさ、復讐というか元凶というか、あの例えばリリーに親がいたとしたら、親を殺したのはっていうみたいなね、ことも考えてしまうわけです。ほいほい。待って、これフレイル使う？フレイル使ってみる。囲まれたら使おうかな。囲まれたら使うか。シーグリッド使うタイミングないわ、この感じ。ん？赤い花と白い花、リリーの旅の手助けになる。赤い花は汚れを帯びた赤い花をスキルの使用回数、白い花は祈りの回数、両方とも全くノーダメージです。このレベルの敵しかいないんだったら俺は悪いが、負ける気がしないな。全然負ける気がしないよ。まだ回復するような何かが。弱い。レベルアップ。これレベル3。あ、左上のあのなんかソウルジェムみたいなやつがレベルか、経験値ゲージか。おい、回復。ちょっとの HP でも回復する派です、私。それはやばい、それはやばいな。おらおらおら、黒騎士強いね。なんかのゲームでこんな動き見たな、この速さ。このダイブしてすぐ復帰する感じ、なんかどっかのゲームで見たことあるような。遠距離ちょっとしんどいね。これ撃たせて食らっていくと。なるほどね、そういうことか。タン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 、よしよし、これで回復と。 OK、 プラス1個か。ちょっとやばい、なんだあの獣の群れ、どう対応するあれ。ここでちょっと任せる。シグリッドに任せる。全部戦う必要はないと思うんですけどね、極力戦おうか。いけシグリッド、お前の力を、フレイルを見せてくれ。うわっと、囚われそう。上になんかある、でもいけないな、これ飛び越えるべしでしょ。あ、これ下いけるかも。いけないわ、戦わなくてよくね。寒い、どこにいるのね、お母さん。おい、ちょっとあんなの言われたら上行きたくなっちゃうよ。いや、もしかしたら逆転の発想で。やばい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 。死ぬ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 。俺のリリーが死ぬ。いけた。おい、崖の村の少年？少年よ。戦っていいのか、これは。いた。いいのか。ダイブ。助けて、苦しいよ、浄化しよう。中ボスみたいな感じで出てきたね。結構な頻度でこのネームがついたネームドのボス出てきそうだな。崖の村の少年、液状の体で山なりに飛びかかり、着地時に飛散して周囲を攻撃する。どういうことだ。雨による混乱の最中、母親とはぐれてしまった村の少年は助けを求め白の教区を目指したが至らなかった。そうか、それで汚れたのか。救ったってことだよね、リリーは。あら、下が水か。あ、水中行ける。水中行ってみる？いや、なんだ。待て、何か来る。お、来た。お馬さんじゃん。さっきの。ついてきたんか。意識はないが、お前の持つお守り引き寄せられているようだ。かつて白巫女に使えていたのかもしれん。だとしたら、知り合いというか、仲間だよね。あ、ファストトラベルだ、多分。そうだ、このタイミングで来たってことは、ファストトラベルってことだ。おー。揃いましたね、大体。これにて。じゃあ、崖の上の少年、ちょっとつけるか。少年もいたな、今。丸。おー。あ、でも空中で撃てないな。なるほどね。これ撃って、遠距離手段だよ。遠距離手段。